目です。はい、で今回は最後総集編人海戦術、はい、もうあと残りの砂を人力で吐き出すだけなので土泥、はい、なので手伝いをいっぱい来てもらいました。はい、ありがとうございます。手伝いの皆様、ピンクもみ野郎さん、もみ野郎とやばい生草ボールです。いや、チャラーズのチャラーズのハモネップ見てください。10年、2008年のハモネップ、チャラーズ、めっちゃ覚えてる。チャラーズで検索すると歌ってます。はい、黒歴史。空なし、空なし、あ、なんか降ってますね、空なし。虫よけよ。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。動画1年以上ぶりかもしれない。2年ぶりとかじゃないかな。コロナだったしね。まあ今もコロナなんだけどね。いる人います。徳ちゃんは日曜日のお父さんみたいな。いいね、徳ちゃんめっちゃいいよ。いい旦那さんだよ。完全に徳親さんのテキスタイル。なんか日曜日に子供に DIY 教えてるみたい。いいお父さん感の方が強いよ。それは分からんけど、ちょっと今の様子はドローンで撮りますね。はい。あ、いいね。いいじゃん、いいじゃん。なんかあのお茶がかき氷くれてるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。一服せんね。ありがとうございます。一服してから打ち合わせばして、ドカンブな工程であるこっちやな。なんかかき氷が、あ、じゃあこっちに、やる前に食べて。お、ドローン準備から。ドローン準備隊準備です。さあ、僕が絶対どうだ。さあ飛ぶか。わいー。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、今の状態ですね。はいはい。あ、やった、かき氷ゲット。ナイス。今渡され、いやでも口でピッてやって、キャッて。はい、今こんな感じの池になっております。今、はい、ほら、2段目がもう。すごい。ダメだかな。草の量は減ったやろうね。うわ、すごいやん。なんかこれすごいね、今の技術。今の技術すごいね。ここの。あ、大丈夫？ちょっとドキッとしたいや。うわー、ちょっと濁ってる。濁ってはないの。砂が溜まってますよね。はい、あそこを飛んでますね。こんな感じになっております。すごいね、また上手じゃん。流しさせしてみたいな。今あそこでさっき竹が作ってから、あの水を上からキュッてやった。あれはこうずっと受け取るの流したけど、それ食ったやろうな。カワセミもよかった。いやいや、本当に楽しいです。カワセミもやっぱ我々にはやっぱどうしても買えんのね。そうですね。こっちの土地やったら、もうワクワクするような感じでさ。パリピフー、パリピフー。のウェーダーもガラガラしてる。マジでもう、もうなんかやっぱ普通じゃ嫌だよ。何を着るにしてもガラがすごいもん。さあ進みました。これね、本当地面と一緒の高さだったんだけど、これ児玉さん進んだでしょ。進んだでしょ。ちょいっと、そうか、知ってんのか児玉さんも。で、これを出すんですね。これを出す、そうでしょ。元を知る男やもん。え、これ石を、石も全部、あ、石はもともとあったけど、この本当石の高さぐらい土が全部埋まってたの、ね、全部完全に埋まってたのを。綺麗さ、綺麗綺麗。児玉さんすごいっしょ。すごい。これだって半日、この前児玉さんいないから、そう、この間3時間しかやってないからね、作業。あ、そうなんですか。ちょっと意外とこの作業舐めてたわ。やろ、これが重い、この砂がね。砂が、うん、泥がね。さあ、始め働け。人生初の肉体労働。人生初そう、人生初らしい。マジっすか、うん、マジで
ごい貴重な動画ですよこれは。ね、初肉体労働？初の肉体労働。何して生きてきたんですか今まで。ぬくぬくと育ってた。ぬくぬくと。抜け抜けと。抜け抜けと。抜け抜けと。そしたら抜き抜きやね。抜き抜きと。あ、下のなんか石が見えてる。はい。これが見えたら正解？正解。よいしょ。みんな頑張ってばすごい頑張れ頑張れ左の二人は今応援モード本当ですか鳥山さん、小山さん、はいはい、あと一箇所ここに集めてもらったら順法でガンガンこっちに移動するんでここら辺のやつをこっちにとかありですこの人はマジではどっちにもういいですよ、いいですかこの間、はい、作業3人やったっすもんね。そうですね3人でほぼ取ったから、うん、今日は早いぞいや、私も倍以上いますからね、うん、でもそうか、この間結局機械の力がいるとこをいっぱいやったから、うん、人の力っすもんね、中央部分確かに、あれはちょっと機械じゃねいけないからマンパワーマンパワーですよお父さんマジ早いトラナさんがプレッシャーやもんね、あんな早いこんな女の子は十分の1で大丈夫だダメられたもんよあ、直樹さん俺気づきましたはいこの中に小さいスコップでごまかしてる人がいます探してください、はい、とりあえず探しますねちょっとまず畑田くん、はい、まあ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 。え、稲葉さんあれちょ、初めちょっと出して初めじゃんちっちゃくない小さいスコップでラケットを取れるなあれ肉体作業、肉体労働まず聞くじゃんそれ息子のやつやる肉体労働の恐ろしさを分からしてやりましょうみんなで次は翔くんが変わりましたあら取れたまだ開始8分ぐらいですここ大変っすよ確かに大変やね、あそこはねスイートもこっちに行きたいんだこれがいいなあ、なんと誰かと思った宗男くん、コータショー来たよあの、次の手伝い人は、はいはい、10代の頃の、はい、友達ああなるほど、あの宗男くんの同級生の久しぶりこんにちはこんにちは俺、初めてバイクに乗ったのが、はい、あの左のコータくんの、はいね、俺初めてバイク乗ったの、コータの後ろに乗ったもんね。あれが人生初、何乗ってたっけ？では、若かりし今照れてるから向けないであげましょう。わかりました。めっちゃ照れてるから、コータくん。よろしくお願いします。お願いします。そう、今こんな感じですね。これはもうここの流れにこう任せて。なるほど。水の流れプラス人の力で。はいこの泥をかき出す。切りこういくんですよ。なるほど。だから一番楽してます。なるほど。他のことは言えません。ポップが入りましたよ。監督どうっすかまあ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 もうちょい頑張らせますかこれあれ意外ときついですからねねえかなりなんか力いるんでしょ力いるあれがはい、意外と児玉さんがいい仕事するんですよそうなんですよね児玉さんはでも地味にめちゃくちゃ早くやってるんですよね早いし、うん、一番こう手が届かないかゆい場所をするんですねあ分かってますねやっぱねそこに気づく俺最終的に言わないすごいあそう
次にすごいのはじゃあ直樹さんで、あ、じゃあ俺ですね、で、小玉さん、どうしとこう、小玉さん頑張ってますね。なるか、小玉さんが痒いところに手が届く男だと。あ、痒いところ、ダメ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 、痒くないです、届かんやった、痒くない、痒くない、痒くない、なんか楽しそうなことやってる。わあ、すごい速さで泥が剥がれていく。あら。頑張ってますね。頑張るよ。助っ人の方も頑張ってくれてます、すごいです、大戦力、ちょっと動きさんに遊びに来たって思ったら、ね、釣りさせずに、ね、釣りはさせずにスコップも出されてそうね、大体行くけど家族が格好を取りたまた？皆さんまたサボってます。すぐサボりますからね、あの人は。40歳やけ。そうね。40歳。40歳でしょうがなかったね。トロエラですか。そうそう。ちょっと40歳頑張りよ、待って。ちょっと体のついてます。やってきました、ここが、はい、片栗粉の上走れる現象、なんとか現象って言うでしょ、片栗粉の上を走れる現象、何現象やったっけ、片栗粉の上を走るやつ、ダイラタンシー現象多分起きてて、はい、いろんな粒の砂がダーンってここに集まってくるでしょ、はい、そしたら多分粒子と粒子の間にいっぱい入って、はい、ここコンクリートみたいに硬くなるんですよ、ああ、なるほどなるほど、こういうやつじゃ、こういうでかいやつじゃガチッガチッって入らんすもんね、でも手でこうこんな感じでやったら、はいはい、ズボズボズボって入っていくけど、はい、こういうやつでこう揺らしながらやったら入っていくけど、はいはい、でっかいやつでこうやったら、はい、ガチッって、あー、その粒子と粒子がもう細かい剣がギャーって、うーん、大だらぼっち現象ね大だらぼっち現象、大だらぼっち現象がここら辺全部起きてるんですよ、はい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 、この辺がコンクリートみたいに固いけ、これで、はい、もうほぐしてやるだけで、はいはい、作業が一気に進むっていう、ここは手がいいんですね、こうやってこうカチッてしたら全然入らんけど、うんうん、ゆっくりこうやったらちょっとずつ、はいはいはい、ほぐしたらっていうのをずっとここでやってます地味で大変な作業、そうなんですよ、大だらぼっち現象、大だらぼっち現象、大だらぼっち、大だらウェーブ現象やったかな、大だらウェーブ現象ですね、で、たまに詰まる剣でこうやって詰まり取ってやってっていう地味な作業を、ここで、しかしこれがなかなか大変で、ここ一時放置したらなんか流れ悪かったらちょっと詰まってて、はい、ここがほんもりコンクリートみたいな山になった時流れにくくなる剣、それをほぐしてやったら木にザーって流れていくっていう、意外と大事な作業をやっております、あ、素手胸をくんも嫌いなやつ、マジっすか、行きましょう胸をくんどこ行く、胸をくんどこ行こう、行きましょう
ただで武器も取った。あの人武器も取ったっすね。怯え方がうちの娘と一緒。ねえ、これはでも立派な、ねえ、立派な、すごいね、これ。うなぎの餌になるの、これ。シーボルト、シーボルトミミズ。でも青さが足りんような気がするけど、やっぱ光加減では青く見えるけどね。でもっと青いやつがおるよね。あ、そうなの。へえ。でもいい土ってことやね。うんうんうん、すごい。じゃあこれは山にお帰りいただきましょう。はい、だからとしたら、お昼ご飯明け、はい、作業また頑張っていきましょうか。頑張っていきましょう。もうみんなやってますけどね。ね、ちょっと見に行ってきます。はい、はい。お昼ご飯明けの作業です。仕上げです。もうそろそろ仕上げ。もう、はい、だいぶ。うわお。ねえ、なくなったね。すごい。もうあとちょっと。さあ、もうちょっとですね。ちょっとですね。ねえ。まさか僕一人でこんなやるとは思わなかったですね。一からやったっすか。やべえ。みんな飯食いに行ったでしょ。はい。頑張ったっす、その間。あの間、児玉さんがそういうの見ないと思ったんですよ。はい、うどんなんて食ってませんから。うぜぇ、うどん食ってないんだ。なんでうどんってわかったんだ。じゃあぶっかけうどんとか食べても。美味しかったー。美味しかったっすね。いやー、でもやっぱやっと終わりそうですね。ねえ、ほんとだいぶ綺麗だから。ねえ、もう澄んだ水が流れてますからね、あの辺。美味しいー。あー、わーわーわー。もうちょいっすね。おー、もう終わりですよ。もう終わりですね。もうあと最終仕上げだ。最終仕上げ、すごい。一日で終わったねえ。臨海戦術すごいですね。嬉しい。こんだけの人が集まってくれて、ねえ、これぐらい綺麗になってる感じですね。そうですね。あと仕上げていかもね。この隅々まで、はい、なんかあそこにちょっと残ってるらしいですか。
仕上げどこや。今日の仕上げこれですね。あ、じゃあ、今日からここに持ってこようか。山田さん、元気ですか。もう疲れました。疲れました。ちょっと頑張りたいぞ。結構頑張りたい。ああ、ありがとうございます。山田さん、僕の歌もやばかっけ、マジで。おばあば、たまんないか、もう。翔くん、疲れましたか。あ、全然疲れたっすね。ようやくここの終わって、ここからもう一個の池に行かるっすね。もう一個あんの？聞いてないよ。もうあと4個ある。まあ今日1日で終わっすね。あと4個で。あ、船を乗った。疲れましたね。ねえ、この池もでもいよいよ綺麗に。これ見たらなんかすがすがしくよね、マジ。こんな懐かしい。こんな綺麗な池って思うとないですよ。やばい綺麗かも。行こうか。はじめちゃんにも行ってみっか。はじめちゃん疲れたいですか。あー疲れました。今日はいい汗かいて。いい汗かきましたね。もう少しで終わりですね。本当ですよ。もう早くビールが飲みたいですね。あー、なるほど。はい。じゃあちょっとだけ頑張りましょう。頑張りましょう。ラストスタート。はい。いや、あとちょっとですね。あとちょっとですね。あとちょっとね。疲れたですけど。最後おっちゃんに見せたかね。だけどおっちゃんにまだ見らんでていたかね。あ、いや、ほんとこんな立派な池やったって面白いですね。段差もあったりね。ああいうところさ、パスパスと剥がれたり、あと俺が湯船でアスコライの岩持ち上げたさ。あー、確かに確かに。そうだけ、アスコライの隙間埋めたりとか、もう最後したいね。とりあえず完成した後に。一回乾かして出直し。出直したいね。あ、ここにはトラナさんが。どうですか。楽しかった。あ、楽しかったです。なし。え？何？なんて？なんて？もうちょっとで終わりでございます。寂しいね。ね。いやでもね、俺たちもこんな立派な池が泥の中に埋まったことは知らんやったよ。本当にね、もうここ全部地面みたいやったけど、ね、こんな大きい池あるなんて ね、びっくり。じゃあ、あとちょっと頑張りましょう。頑張りましょう。はい。だからもうカモみたいに隠すの。ここにいるぞーとか。5年ぶりに池の全貌がおっちゃんの見て、こんなことで5年ぶりおっちゃんさっきまで泣きよったやつもんね。泣かんでよかですか、感動して。感動やろ。泣いてもらうと俺たち的にはね。いやもう年寄りみんなもう涙に垂れてた。でも何立派感動しかってね。そこは立派な池のあっては思わないから、ね、うん、ここ石段とかね、見えんやったけどさ、なんでここまで土やったけど。本当にじゃあちょっと水溜めてみますか。はい、溜めますよ。もともと土があった分全部水になるって感じですね。行きます、溜めます。ズボッと、これ全部埋まって抜けんって最初言ったけんですね。で、これが抜けん、これがね、こんくらいしか出てない。
全部水になります。ちょっと溜まるのが楽しみでございます。はい、じゃああとは溜まってから見ますか、はい、じゃあ溜めてみます。おっちゃんを泣かそうと思ったわって涙枯れたって。あ、かき氷もらってます。はい、いただきます。これはこっちと繋がってる。下の方こっちは抜くとこあるんですか。これがジャムか。上から全部流してそこに。これもこれがいけるかもね。さあ休憩。はい、それでは、はい、水が溜まったか、みんな水見に行きましょう。はい、水見に行きますよ。ちょっと一息ついてね。おっちゃんも水溜まったか見に行きましょうよ。よし、おっちゃんはタバコ。おっちゃん泣かんとって言ったらもう涙枯れしもうたって。泣いてくれんやった。5年ぶりに復活したね。今夜ね、今夜ね、友達が帰ってちょっとぐすっと、そう恥ずかしかけんちょ我慢しちゃったね。我慢しちゃったやろ。おお、溜まってきてる。すごいすごいすごい、すげえ溜まってきとる。すげえすげえ、でもマジすごい。気持ちいい。気持ちいいやろうな、そりゃ。あ、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。待ってよ、これ。うわ、すげえ。反射して綺麗なのが伝わらんな。待ってよ、逆光なのか、これは。うわ、めっちゃいい感じ。でも、まだ溜まるんだ。まだまだ溜まるね。万歳やろ。万歳万歳万歳。ちょっとおっちゃん照れてやってる。わ、さらに溜まったっすね。さらに溜まったっす。もう一番上まで来とった。すごい。おお、ここまでやっぱ行くんだ。すごい。おお、すごい。でもチョウザメ買うことが決定されたけ、チョウザメを買うんですね。このくらいのチョウザメが楽しみ。すげーね、すごいすごいすごい。うわ、ここまで来るんですね、気づいた。いい感じ。あのパイプを調整すれば、ここから下に流れていくんですよね。あれもうちょっと立てたら大丈夫かな。あのパイプ、あのパイプを。なるほど。じゃあ帰りますか。はい。今日は皆さんありがとうございました。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 素晴らしい。これが行く感じ。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。